安田健は日本の俳優、タレント、声優。もともとは北海道でローカルタレントとして活動していた。愛称は安健、健ちゃん。北海道室蘭市へ友地区出身。所属事務所はクリエイティブオフィス級、業務提携先はアミューズ。演劇ユニットチームナックスに所属し、初代3代目サブリーダーを務める。 2002年からは室蘭ふるさと親善大使。兄は作曲家で、ラジオディレクターの安田文夫。室蘭市立江戸も小学校、室蘭市立港南中学校、北海道室蘭栄高校普通科を卒業。死亡していた、北海道教育大学の入試当日に経営を起こして、試験を受けられなくなってしまい、北海学園大学経営学部に入学。大学では、 当初は、ジャズ研究会に入ったが、レベルの高さを思い知らされ、退部。その後、グリークラブ、ESS と転々とするが、どれも雰囲気が合わなかった。最終的には、学園祭の模擬店で団子を売って、楽しそうにしていた演劇研究会に入る。動機としては、暗い性格を変えたいと思っていて、下宿で、鏡の前で自分で髪を切りながら、 芝居いけるんじゃないかと思って入ったとも話している。演劇研究会で2学年先輩の森崎博之と出会う。芝居の楽しさ、見てもらうことに向けて取り組む、一生懸命さを学び、客の反応が生で帰ってくるのが楽しかったという。当時、劇団王パーツと劇団稲田組を掛け持ちしていた森崎が稲田組に専念するため、その後釜として、 安田を紹介したことから、鈴井孝之主催の劇団オーパーツに加わり、演劇研究会の活動と並行して出演。1998年の完全消滅まで所属する。1993年、オーパーツ所属と同時に、鈴井の経営する芸能プロダクションクリエイティブオフィス級に加入し、タレント活動を始める。1996年、 森崎と自身の卒業公演のために演劇研究会の後輩である大泉洋、佐藤茂之、弟拓心と共に演劇ユニットチームナックスを結成し、一回限りの公演で解散。大学卒業後に総合病院内の歯科に医療事務員として就職するが芸能活動に専念するということで入社10ヶ月で退職。辞めた理由は 役者になろうという強い思いを持って辞めたというのではなく仕事が向いてないと思い職場にも馴染めずにいたため芝居を口実に職場から逃げるためだったと後に回想している退職後に元上司から信頼は一度失うと決して戻ってはきませんあなたがこれからどういう道に進むかわかりませんが人の信頼を裏切るようなことは今後しないでください ご活躍をお祈りしておりますという文面の年賀状が届いたことでで意識が変わったという。退職後は芸能活動をしながらホテルの朝食バイキング等のアルバイトをしていた。1997年森崎が自身と同様に会社を退職し東京から北海道に戻ったことをきっかけにチームナックスを再結成する。1998年 所属していたオーパーツが2月に完全消滅した後、その年の春に、同じくオーパーツに所属していた、長谷川久美氏、金山美ゆきの二人と共に、劇団、アップスピークを結成する。1998年12月には、初公演も開催し、副主催として、出演だけではなく、作、演出もして活動するが、自身の東京進出や仲間の離脱により、 2003年に劇団は活動停止となり実質解散となっている。また、1998年からは大泉がレギュラーで出演していた北海道テレビの深夜バラエティ番組水曜どうでしょうに同局のマスコットキャラクターオンちゃんのスーツアクターとして準レギュラー出演する。2001年には鈴井孝之監督の映画マンホールで初主演を果たす。 2004年5月に行われた舞台チームナックス第10回公演ルーンさん失い続けてしまうアルバムで東京に初進出2004年12月にはアミューズと業務提携を行いその後は道内の仕事はクリエイティブオフィス級道外の仕事はアミューズが手掛ける形となる2006年の次郎長背負い富士にて全国ネットの連続ドラマに初出演 その後は、チームナックスともども全国に、名が知られ、NHK の大河ドラマ、連続テレビ小説や、東京キー局の連続ドラマ、映画にも出演し、主演も務めるなど、東京での仕事もこなすようになっている。トランスジェンダーや変態、宇宙人など奇抜な役や、役ザや刑事、医師などの硬派な役、少市民的な普通の人など、変幻自在に幅広い役を演じている。 父は溶接工、母は保険のセールスマンだった。2002年に学生時代より交際していた一般女性と交際8年の末に結婚。2004年に長女が誕生した。2015年時点で夫人と長女は北海道におり、自身は東京に単身赴任していたが俳優活動が多忙なため、北海道の自宅に帰れるのは月に一度ぐらいだった。 その後、長女の中学進学を機に家族を東京に呼び寄せている。自他共に認める、変態キャラで、酒に酔うと、すぐ服を脱ぎたがることから、ヌーディスト・安田の異名を持つ。過去に、鈴井の巣では、番組内で募金による、公開包茎手術を受けたり、花たれナックスの全国特番では、石澤彩子アナウンサーの使用済みティッシュを食べるほどで、実際映画、 HK 変態仮面の出演依頼が来た際には、事務所の社長である、伊藤あゆみが、ケンちゃんは変態なのに、変態の役が全然来なかった。今回、変態の役が来て本当に良かったと喜んでいたという。また、ヘを自由自在に放つことができ、ゴルガルゴではヘを一発出すごとに札幌テレビ等の階段を一段ずつ登る。 ヘコイダーマンという企画が行われていた。また、水曜どうでしょうの、シェフ、大泉社内で、クリスマスパーティーでは泥酔した状態で、事務所の社長であった、鈴井隆之に対し、いや実際問題ね、この社長男とこじゃ食えないんですよと不満を吐いている。花田レナックスでは、オフロードの四輪駆動車を横転し、ロケ続行不能にするほどに車を大破したり、 ポケットバイクでクラッシュしたりするも、怪我一つしないというエピソードなどがある。牛乳の早飲みを得意としており、水曜どうでしょうの対決列島や花たれナックスでも、たびたび牛乳の早飲みを披露していたが、その直後に飲んだ牛乳をリバースしてしまうことが多く、番組でもネタにされていた。現在もそれらの番組は、再放送等で繰り返しオンエアされるため、本人は、 何年経っても、牛乳リバースが放送されていると不満に思っている。一方で非常に不器用であることでも知られており、水曜どうでしょうでは、シェフ、大泉夏、野菜スペシャルの一企画として陶芸にチャレンジした際、ろくろをうまく回せず、ろくろと一緒に自分が回ってしまったほどである。このようなバラエティ番組等での破天荒な活躍から、平成の怪物、 奇跡を呼ぶ男との異名もある。自身も何か面白いことを言わなきゃと思った瞬間に面白いことが出てくる人間じゃない。必死に何かをやって結果的にくすっと笑われたり知らないところで面白いねとなる人間と考えている。大泉も想像もできない発想と爆発的な面白さがあると指摘し困ったら安田が何か笑わせてくれると思っているという。 趣味は洋楽鑑賞。特にビートルズは中学2年生の時からのファンであり、イントロを聞けばどの曲かわかるという。大学時代にはジョン・レノンを模して銀縁の丸眼鏡に挑発という格好をしていた。なお、周囲からは気持ち悪いと思われていた。また、愛子のファンで15年間ナビゲーターを務めていた音楽番組。 夢地下18の卒業会の対談相手に指名している。プロレスの大ファンでもある。小学生の頃に金曜8時からやっていたワールドプロレスリングを見てプロレスに一気にはまりプロレスごっこをやっていた。初代タイガーマスクに憧れていたため頭が硬くなりたいと思って机に頭を叩きつけていたという。現在では初代タイガーマスクであった。 サ山聡サのダイガーマスクを所持している。レッスルキングダム11では、リング穴を行った。また、酒も好きで、特に麦焼酎の炭酸割りが好きである。歳を取ったからは、炭酸割から豆乳割に変わった。夜遅くても、晩酌だけは欠かさない。一人のみが好きで、同じ居酒屋で飲むことが多いという。また、店で出会った。 見知らぬ客との話すことも多い。好きな映画は、男は辛いよ。以前は、上京したたびに、柴又に通っており、シリーズ全作が入った DVD ボックスを所持している。尊敬する人に、車、ドラジローをあげている。エビは好物だったが、水曜どうでしょうの、シェフ、大泉社内で、クリスマスパーティーで、大泉王が作った、反省状態のエビチリを食べ、 体調を崩してから、エビのアレルギーになってしまった。焼き海苔が好きで、うなぎは苦手。中学2年生の時、好きだった女子が柔道が好きだと勘違いし、柔道部に入り、高校まで柔道部だった。高校2年生時に、柔道初段を取得している。このほか初動初段、手段3級の資格を所持している。性格は、影、打つ、暗と表現している。 チーム、ナックスのメンバーといるときは、他の4人が話すために、あまり喋らない。また、声が小さく、結婚して8年目のときに妻から、正直何言っているかわかんない、なんとなくで反応していたと言われた。インスタグラムでは、にらみはんという目の前の料理を睨んだ写真を投稿している。フォロワーは、食べる料理よりも顔が見たいのではないかという配慮から、 自分の顔とともに、料理の写真を撮影するようになったのがきっかけである。稲垣五郎とは、青年月日が同じである。現在のテレビレギュラー番組過去の、テレビレギュラー番組ドキュメンタリー番組特別番組、現在のレギュラーラジオ番組過去のレギュラーラジオ、番組劇場アニメテレビアニメ人形劇ゲーム。ありがとうございます。